球防衛軍 4.1 の76話目なんだろう、雲型のロボットが出てくると。で、巨大輸送船を倒さなくていいようなこと書いてあったので、まあ、そちら倒さずにで部隊を仲間にして、わあ前の方にいるレンジャー部隊を、レンジャーじゃない、ウィングダイバー部隊を仲間にしてと。これ前回手に入ったライサンダー、攻撃力が高くなおかつ弾数があると。ちょっとリロードが長いけれども、でこの輸送船倒さなくては良いんですが、倒せるもんならば倒したいけど、耐久値がすごく高そうな感じですね。なのでこっちの方素直に倒しましょうか。倒さなければいけないと言われてる方、これ一発、一発ではないか、さすがに二発で倒せる。いやー、このライサンダーは強いぞ。いや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 、これは強すぎるぞ、この武器は。いいのかい、これは本当に。こんなこんなあっさりと敵が沈んでいく。まあ2発で倒せると。おっと、もう一箇所はどこだ、結構近くにいるな。あ、外した。回復アイテムじゃあ味方のために取ってと。ちょっと遠方の敵が倒しにくいが、角度を変えてと。なんだろうな、結構拍子抜けなマップだな。どこだ、あ、もう倒してるじゃん。いやー、まあ上来るのは先ほど言ってた通りと。まああまりタンクから離れずに戦いましょう。さてこれはどういう形で今回戦うことになるのか。どうだ、どこが開く。ちょっとこんな感じで見ておきましょうか。こっちが開いたと。まあまた出てくるけど、これは倒せるかだよね。壊せた、壊せたか、まあ、壊せたんであれば、あ、これは強くなってるな、さっきのと比べて。さっきのが弱かったのか。それでも数発打てばなんとかなると。どうだどうだ、うわー明るくて見えない。倒したかなこれは。あーと次はどれだ、これか。おっと、これも倒したと。いやー味方が味方無双だなこれ。よいしょ、倒したのか。早い早い。じゃあこちら側を2発、3発、4発で倒れると。1発2発とでリロード。回復アイテムを少し取りに行き、なんだろう、これで終わりであるのであればもうアイテム取りやった方が良さそうだけれど、ちょっと武器だけここを取っちゃいましょう。遠くに味方部隊1部隊来てる。あれは誰だ、
クリア。さて終わりと。聞いてくれ、アースイーターは途方もない大軍団だ。あれほどの数を運用するには司令船が必要だ。了解。司令船だと。アースイーターは大規模すぎる。統制を維持するためには頭脳が不可欠だ。どこかに司令船、ブレインと呼ぼう。ま、いる。必ずだ。それがアースイーターの弱点か。ブレインが存在するという証拠はあるのか。いや、だが他に勝ち目はない。ブレインが存在しなければ人類はおしまいだ。というわけでクリア。なんだろう、この長官は横文字が好きなのか、何でもかんでも名前を横文字でつけてく、そんな気がしますが。というわけで、まあ、ここは結構武器が強かったというのもあって、あっさりと倒すことができました。ではまた次回ご覧いただけたら幸いです。